ス様が今日もこの場所をいらしておさめてくださいます。今日主への喜びが満ち溢れる礼拝となります。私たちの思いを心を考えよう。どうぞイエス様、あなたによって捉えてください。あなたへの愛で今日充満に満たされますように。過ぎた1週間も主が共にいてくださったことを心から感謝します。今この時間、この瞬間も共にいてくださることを感謝します。そして新しい1週間、明日から始まる新しい1週間も主が共にいてくださるという約束の中でいらされることを感謝します。あなたの約束の御言葉を信じ、今週も前進できますように。まずこの礼拝を成立してください。あなたの御名が崇められる。今しばらく心を静めて、主の御前に出て行きたいと願います。全能なる神様、あなたを今しだい求めます。
様、あなただけが我らの礼拝を今日お受けくださいますように。主に期待します、喜びます、感謝します、栄光がありますように。イエス様の名前で感謝しております。アメン。まず今日勝利の賛美捧げていきましょう。I'm not afraid of the dark.
にイエス・キリスト様の光によって今日も命が与えられています。あ、今日皆さん生きてますか？生きてますか？ただ単に生きてるんじゃなくて、もう喜びに満ち溢れてますか？もう皆さんも気づいて活気に溢れてますか？イエス様の愛によって満ち溢れてますか？今日私たちがこの礼拝を通して喜びが回復されることを願います。私たちの中にあるイエス・キリストにある喜びが回復されることを願っています。その前に今日私たちの人生を捧げたいと願います。生きた清い供え物として私たちは今日主にお捧げしたいのです。主よ、どうぞお受けくださいます。
素晴らしい主の名を賛美いたします。今日もこの場所にあなたが生きて働いてくださることを心から感謝します。あなたの力強い御臨在を心から歓迎いたします。続けて触れてくださいます。今日癒されますよ。今日解放されますよ。今日全ての悩み苦しみ悲しみから自由が与えられますよ。모든고난과괴로움과슬픔에서자유로자유가되게하옵니다。愛喜び平安で満たしてください。사랑과희락과합평으로충만케하소서。今日もあなたの祝福の御言葉を受けます。오늘도주님의복된말씀을듣기원합니다。主を語りください。주님께서말씀하시옵소서。期待して기대하며感謝して감사하며イエス様の名前を祈ります。イエス様の名前を祈ります。では私たちの信仰告白、主を信じようとしてお願いします。主を信じよう。我は天地の救い主、全能の父、神の子、我はその人を我の主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって生まれ、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトの子に苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、4日目から3日目の死に復讐に臨んだり、天の御子が全能の父なる神の御に差し出会い、賢い人は平家の子は死んだのことを捧げたまま、我が聖霊を信ず、聖なる王道の教会、聖なる王道の教会、全能の父の子が体の中に入り、どうしての父の